はい、おはようございます。釣り子 TV です。これね、ロックの、マッドラット50っていうサイズなんですけども、名古屋 のキープキャストの会場でフロックブースが出ていて、で、結構終わり間際ね行って、もうほとんど何も残っていなかったんですけども、こいつがいました。でね、1個買ってきてみたんですけども、久しぶりにフロックのルアー買ったなっていうことで、まあ早速開けていきたいと思います。限定カラーということでね、うん、これはすごいっすね。この尻尾がこういう、まあ最近ね、流行るんじゃないかっていうことでね、いろんなメーカーから出ているラット系ルアーっていうことで、こう尻尾がついていて、ジョイントボディで、でっかいのが多いですよね。でっかいのが多いんですけど、このフロッグのはね、もちろんでかいサイズもあるんですけど、あと80とか、80も横に置いてあったかなって覚えてるんですけども、この50のブラックカラー、これはいいんじゃないですかと思って買ってみたんですけど、まず頭、ね、こうジョイントがあって、ダブルフックが2つ搭載されていて、小さいのにすごいよくね、ちゃんとね、この 1,2,3,4,5,6,7 8個のお尻のパーツがついていることによって、こう何か複雑にね波動を出してくれそうだなというところで、でね、ほんとね、フロックってのが結構家の近所にあって、昔から行ってたんですけども、まあその後ね、亀山ダムとか結構大会の釣りとかやることが多くなって、そのトップからちょっとあんまりトップだけ投げるっていうよりワームの釣りが多くなってきちゃったんで、最近買ってなかったんですけども、あのガズルとかね、ああいったあとガンディニとか、ここぞっていうルアーとか、あとはカラーがね、ほんとこういう感じで可愛いカラーがいっぱいあるので、なんかお気に入りのカラーが出たらね、買い足したりとか、あとボックスなんかもすごい便利なものがあるんで、ボックスもね、であと色もいろんな展開があるんで、ちょっと欲しいのがあったら、ボックスを買ったりとか、ちょいちょいしてるんですけども、これはね、もう結構久しぶりに、ガチで釣るルアーなんじゃないかなって。モンスターカラーってことで、これベノムですよね多分。こんなケタ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 って笑うよ、こんな感じのルアーなんですよね。で、ちょうどもうちょっと終盤に差し掛かって、お客さんも少なめだったんで、新井社長がいらっしゃったんでね、久しぶりにお会いできたんで、でどれがいいですかっていうことでお伺いして、で80とこの50サイズがあって、まあもちろん関東で亀山とか房総で釣りするっていうのは増してくれてたかなと思うんで、田中さんだったらもう絶対こっちの50サイズですよ、これめちゃくちゃダムで釣れますよっていうことで、小さい方のサイズおすすめしていただいて、こんな感じで買ってきました。まあ本当これなんか可愛いけど実用的な感じですよね。本当スポットナノとか一番小さいね、シリーズほど小さくはないんですけども、そのちょっと上っていう感じで、ほんとね、ベイトフィネスのタックル、あとはね、去年買ったカルコンの BFS とかね、ああいったのでこうポイポイってね、いいところにオーバーハングの下とかに入れて、ネチッ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 っていう風にこう探っていければなーなんて思って買ってきてました。まあちょっと針の方もこれもちょっとハイシーズンで、最近トップウォーター、まあ虫パターンとかですけどね、徐々に超過も上がってきてるんで、もういつでも使えるように臨戦態勢にカバーを取って、針も結構ピンシャンのいい針が最初からついてますね。このもう速攻で投げたら使えそうな、こんな感じ。はい、これね、ちょっと大きい方のサイズもね、チャンスがあったら買ってみたいなとは思うんですけども、
暴走のダムでは50サイズマジ効きますよということで聞いたんで、これで50本で、ね、釣れるようにちょっと今年のハイシーズンはですね投げ込んでいってみようかななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り子 TV はこんな感じで、フロッグのですねマトラットの50っていうサイズ、これを買ってきてみたい、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。